人です。まあメンバーみたいや。ちょっとバトルしていこうじゃないかと。まあいいサイズ、よいしょ、オッケー。めっちゃおるぞ。今5、600ぐらいのイカがいるというお話を聞きました。怖い。何が怖いのよ。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。ビルです。モッチです。ショトです。ハヤトです。もうメンバーみたいや。ベアも着用中です。ってことで、はい、今回はですね、はい、約1年ぶり神事遠征に来てもらいました。マシ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 。もう一人ちょっと来るんですけど、後ほど、ご紹介していきたいと思います。はい、ハヤト、今日何釣りですか？イカ釣りです。イカ釣り、エギングですね。エギングですね、はい、皆さんキロを上げられて、あ、僕ははい、あ、早めに行かせていただきました。行ってます。はい、キロを、あ、こっちは2キロ持ってる。2キロ行ってますもんね。はい、はい、頑張ります。来ますか？いやいやいや、いいですか？大丈夫です。いいですか？こちらモッチがですね、まだ今季キノコ釣ってないということでですね、どうしたんだい。釣っていきましょう。はい、はい、意気込みをハヤトの方から、はい、レッツゴー。よいしょよいしょ。ポイントの方つきました。はい、でまあ普通にイギングやろうかなって思ってたんですけど、せっかくなんで、はい、バトルしていこうじゃないかと。オーケー、好きでしょ。18時まで3時間ぐらいやっていきたいと思います。はい、負けないぞ。負けないで。ね、もう高すぎ。まあ今おのおのあのポイント移動してるんですけど、うん、まあ、今回ですね、モッチのインスピレーション大事にしたいということで、うん、初の島でグーグルとにらめっこして、ね、ちょっと大移動なんですけど、そうね、ちょっと時間は使ってしまうけど、まあ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 、行ってみたいなと思って。ポイントを選んだ理由みたいなの、ああ、ちょっと今日風が強いんですけど、確かに、まず風浦周辺を探し見た上で、うん、情報で堤防がちょっとあんまり良くないよ。そう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 、堤防じゃない、ちょっと磯、なおかつちょっと行きやすそうな場所っていうのを見よって、ちょっと良さそうやなと思って。なるほど、そんな感じです。やってきます。頑張ります。行く左かな。あ、すいません、右です。ここまっすぐでも大丈夫です。こういうことですか？はい、こういうことになります。はい、ここからバトルですね。はい、ここのポイントを選んだ理由は、はい、そこら辺に藻が入ってて、はい、もみでかいやつがいるんじゃないかなと思ってやりました、うん、そうね、産卵を意識したいからね。産卵、はい、入ってくる、ね、シーズンになってるからね。炭跡エグ、いや炭跡かマジエグ、エグ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 いです。はい、ちょっとね、もうちょっと離れてやっていきます。勝負なんでね、チーム制なんで、同じとこを探るよりはね、分けして回った方がいいんで。結構風強いな。やっぱりちょっと風が強いですね。それやと水道、茶水道なのかな。目の前に小さい島があって、の間の潮が流れて効いてそうなので、って感じでもないけど、いい感じに払い出してますよ。いかかなってぐらい持っていく。めっちゃ潮引いてる。来ましたよ、イカですね。まあまあ走ったけど、どうかな。もう浮いてるからそんなでかくないと思うけど、
とりあえず釣れましたよ。まあいいサイズ。うわ、追尾あるやん。ちょっと待って、イカ追尾ある。ほらそこにおる。よいしょ、オッケー、オッケー、オッケー、取れました、取れました。よっしゃー、釣れたー。いいサイズ、オス、綺麗な、釣れました。サイズどんくらいかな、これ3号駅釣れました。ちょっと後で検量してみようと思います。おいて、え、お先に失礼しました。いいじゃない。わ、いいサイズよ、めちゃめちゃいいサイズでしょ。うん、めちゃめちゃいいサイズ。マジで本当にめっちゃ塩効いとって、あそこ、うん、こう払い出す感じで、うん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 、それにこう乗せたらもぞもぞして、やかましいな、もぞもぞしました。いやかましい。もう勝負っていうことで測っていきましょう。ゼロですね。はい、ゼロですね。やった、805。やった、ナイス。おめでとうございます。ありがとうございました。すすすす、次ちょ行きましょう。行きましょう、行きましょう、はい、本当時間がないんで、はい、めっちゃおるぞ、めっちゃおる。いやいや、5、600はあるよ。今5、600ぐらいのイカがいるというお話を聞きました。これは投げすぎか。お、抱いた。来ました。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。隼人ごめん、変わってもらっていい？このまま、うん、テンション抜かさんごとしてる。どこ？ここだよ。ミエイカっすね、ミエイカ。ちょっとこれゲソカットしたけん、今日宿に持ってって食べよっか。ねえずる、おらんくなったやん。300ぐらいかな、ゲットです。あ、どこ行った？さっき宿の近く来てたんだけどね。いいなぁ。いや無理です。初めて手拍子を求めました。誰もおらん、誰もおらん。早く行ってもらっていいですか？もう一回ラストチャンス。はい、最後の跳躍です。さあ最後の跳躍。おお、いった。7メートルを超えてきた。白い旗、優勝に花を添えました。何してんだ。移動してきました。時間も限られてるんで、調査がてら数等ですね。じゃあスケスケキャンディー3号あげてみたいと思います。こっちがちょっとゴロッタっていうか、まあシャローになってて、でそっからここがこう後の入り口なんで、砂地ですもんね、下は。え？来ました。うわ、抜けた。悔しい。え、釣ったんですか？釣ってません。釣ってないんですか？はい。本当ですよね。はい。なんか怪しいな。いやいや、なんか怪しい。映えてるな、ハヤト。夕日にさ、当たって。キャラメルマンみたい。キャラメルマン。いやいや、悪口じゃないや。キャラメルは悪口じゃないよ。お疲れ様でした。今18時半ということで、はい、バトルしてたんで、結果発表。見たかったみたいに、どうしてすいません、めんどくさくて。え、釣ったんですか？はい、
いや、先出してくださいよ。うん、え、じゃあじゃんけんで決めよう。あ、じゃんけんで決めよう。やったやつ弱いから。最初はグッ、じゃんけん、ぽい。怖い、怖い。何が怖いのよ。やだ、なんでよ。はい、しょうがくん、じゃんけん、ぽい。うわじゃあこっちから出すんですかね。はい。あ、オッケーです、オッケーです。ダレン。お、でかい。でかい。これも測りましたからね。あ、そうですね。そう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 。これ一応あの805g。おお、でかい。はい。あ、釣ってるじゃないですか、ちゃんと。測りましょう。測りましょう。はい。あ、いいじゃない。どんぐらい。370。ああ、そうなんです。いいじゃない、いいじゃない。ってことで、はい、エギングバトル、ビルレモッチチームの勝利ということで。見ましたか、私の実力。これがビルレのエースですよ。はい。エースの昇格は早くない。まあ、モッチなんかだって初めてやん、神事。そうですよ。で、リトージとあんまりいかんわけですですね。で、ポイントチョイスも今回はモッチがやって。ぜひね、ポイントチョイス、まあ、マップも出してるんで、うん、ぜひ参考になったよって思う方はぜひ高評価、チャンネル登録の方ね、はい、よろしくお願いします。みんなエギング楽しんでいこう。春はまだまだ続くけんね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ビルレのおまけ。はい、ということで、はい、お風呂も入りました。すっきりした。さっぱりです。今からご飯の方、はい、やっと食べれるわ。腹減ったはずだ。行きましょう、行きましょう、行きましょう。はい、ブルーンブルーン。え、しようの最初です。俺も初めて。そこ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 から。お邪魔します。見てください皆さん。いや、ほんと今からバイトまで来るんですけどね。見てください。アジ尺あるやん。尺ぐらいでかい。ダダダダダン。やばい。宮崎のパイン牛。ほら、パイン。パイン食べてるんだって。じゃあ、はい、楽しみましょう。ニンニクと一緒に食べる。やばマジでやばい、やばい。宮崎地鶏焼きのせせり塩ホルモン。宮崎牛で味噌ホルモン炒め。すり身揚げ。元気の源は神ごとで有名の有名なアオサの天ぷら。はい、ごちそうさまでした。今日は今から調校なんで、そうですね、ノンアルで、みんなノンアルだったんですけど、明日は飲みます。行きましょう、釣りに。行きましょう、レッツゴー。ザ・ワン見えてらっしゃいます、もしかして。いや、マジこの飛距離えぐい。いや、いいサイズですよ。あ、アジ釣れました。このライン感度いいっすよ、ね、感度いいね。これでしょ。わ、それいいサイズ、ね、いや、マジいいサイズやん。今日一でしょ、これは。やばい。こんな感じですね。